2013スパーグッド r d 五鈴鹿 1000km 中谷明彦は日本のレーシングドライバーであり自動車評論家である。私立行政小学校、港区立城南中学校、東京都立野州高等学校を経て、武蔵工業大学工学部機械工学科卒業。レーシングドライバーの中でも特に理論派として知られ、自らが主催する中谷塾では、 ドライビングテクニックを座学中心に学ぶという従来のレーシングスクール等と一線を画すカリキュラムにより佐藤拓馬をはじめとする多くのドライバーを育てている。日本でもトップクラスのレーシングドライバーでありながらジャーナリストを兼ねるという軽な存在であり、日産 GT-R の開発士官を務めた水野和俊からはジャーナリストの中でちゃんと乗りこなせていたのは 中谷昭彦氏くらいと高く評されている。高校1年でカートを開始。三好正美や上野金太郎はこの時代からのグループ仲間。大学在学中にはフロリダ -360 から FJ1600 をはじめチームスバルに抜擢されて多くのレースに参戦。大学卒業後、自動車専門誌の編集部員を経て1985年に レーシングドライバーとして独立。1987年に全日本海3でシリーズ5位。翌1988年にはシリーズチャンピオンに輝く。1989年に全日本海3前にステップアップし、デビュー3戦目にしてポールポジションを獲得。同年デビューの全日本スポーツプロトタイプカー、耐久選手権でもデビューウィンを飾った。 1991年にはオートポリスで全日本海3000発優勝。一方ジャーナリストとしても1989年より日本カーオブザイヤーの選考委員に選ばれるなど、特にスポーツカーの新車インプレッションなどを中心に活躍した。ビデオマガジンベストモータリング総監から貢献し、バトル形式の企画を提案して人気を不動のものとした。 前述の日本国内における実績を買われ、1992年には、会一のブラバムとレギュラードライバーとしての契約を結んだが、当時の国際自動車連盟におけるスーパーライセンス発給基準が実質的に国際会30021シーズン出場しているか、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、日本、南アフリカの F3 の現チャンピオンか、 前年の F1 世界選手権に5回以上スタートしているとなっており、中谷は厳密に言えば、ライセンス発給基準を満たしていなかったため発給を拒否され、会一に参戦することはできなかった。空いた中谷のシートは、ジョバンナ・ラーマティが手に入れ、その後デーモンヒルがアマティのシートを手に入れた。ただ、中谷のライセンス申請を却下した FIA の判断に対しては、 海外のメディアからも疑問符がつけられたことがある。その後は、レーシングドライバーとして、スーパー耐久などのツーリングカーレースを中心に、活動。三菱、ランサーエボリューションによる参戦は10シーズンにわたり、5度のシリーズタイトル50勝のクラス優勝を記録し、新記録を樹立した。三菱自動車工業との縁が深く三菱。 ランサーエボリューション部以降の開発ドライバーも歴任した。1997年には中谷塾を発足させ、以後、若手ドライバーの育成に積極的に取り組んでいる。佐藤拓馬は第一期生。他の受講生には塚越博史大や井原恵子などがいる。2007年スーパー耐久第一戦では、雨と霧によるレース時間の遅延により、 レースが途中で打ち切られた影響もあって、ST クラス2の車として初の総合優勝を果たした。これは本来総合優勝を争うべき ST クラス1の車をすべて交わしての優勝であり、非常に珍しい事態であった。近年は、旧車を電気自動車にコンバートする事業を展開。また国土交通省から委託され、新燃費基準を策定する委員を務めた。 ありがとうございます。